はいどうも、えー、今日はですねスプラトゥーン3のイラストのやり方を解説しますスプラトゥーン3のイラストのやり方めちゃくちゃ簡単です、えっと、まずですね広場に出たらえ下に行きますで下に行って次に左に行きます左に行ったら赤いポストがあるので赤いポストを調べますで赤いポストを調べたら 投稿するを押します。す投稿するを押したら自分の,イラ,あのイラストの画面が出てくるのであとは自分でイラストを描いてで投稿するを押すだけですねでこの時に必要なのがツイッター、Twitter、のアカウントかフェイスブックのアカウント、まあ、この2つのどちらかが必要になりますね、えー、この2つのどちらかがないと、えー、イラストを投稿することができないですねなのでどっちかが必要です はい。で、以上になります。で、あの、自分のイラストを広場に多く表示させるには、なんか、生かすと報告っていうのがあるんですけど、この生かすを多くもらうと、自分のイラストを広場に多く表示させることができるみたいですね。はい。というわけで、あの、スプラトゥーン3のイラストの投稿のやり方を解説しました。スプラトゥーン3の動画は今後も投稿していくので、よろしくお願いします。それではまた。